あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。あのね、前回食堂と、まあ、衣装室、仕立て更衣室を作ったんですけど、前回ね、多分更衣室向こうの下にね、意味わかんない場所にちょっと作ってたんだけども、ちょっと縮小して上に2つともまとめました。こんな感じで、うん、上に2つともまとめて、でまあそうしたんだけど、今回はあれか、お、また何かしら張り切って作ってるけど、治療を終えたにもかかわらず未だに病気が治らぬ患者がおるか。何か他の原因があるのかもしれん。謎の病を、ん、逆、病の謎を詳しく調べてみればなるまいの。あゆなよ、病の調査には時間がかかる。その間に町を少し発展させてはくれぬか。最近は町が襲われることも多い。魔物に対抗すべく町を強化しておくのも重要じゃ。あゆな、自由に町を発展させてビルダーとしてもう一回り成長するのじゃ。おお、あゆな、町を発展させビルダーとして成長してようじゃな。そうそう、レベルはね、もう上がってるんだ。しかしすまぬ、患者たちの病の謎は未だに解けておらん。そりゃさっきから今までの間には解けてないだろうな。ん、患者の一部が上言で我が弟子ウルスロナを呼んでいたじゃと。そのようなことわしは知らぬ。わしは何も聞いてはおらぬぞ。なんか知ってそうな感じやけど。とにかくあゆなよ、患者たちはこのまま様子を見るしかあるまい。引き続き魔物に注意しながら病の研究を進めていこうぞ。お、クエストコンプリート、命の木の実ゲット。なんだなんだなんだ、私の顔に何かを。いくらぼんやりした顔してるからってさ、私の顔に何かを施すのはやめてくれないかね。んで、なんだ、何をすればいいんだ。誰か、誰も吹き出し出てないよ。ん、あれか、戦いのマーク、マジで。ねえ、おお、アイラ様、大変です。またもこの町に魔物の軍勢が迫っています。患者様の治療もまだ終わらず、これからという時に患者の上に乗るのはやめてあげて。アイラ様、魔物たちと戦う準備は良いですか。ほい、大丈夫なはず。きっとみんなも戦ってくれるんでしょ。魔物たちを操っているのはこの地を支配するヘルコンドルに違いありません。魔物たちにとって今で戦う私たちは目障りの存在なのでしょう。やはりいつかこの地に死の雨を降らせる会長ヘルコンドルを倒さねばなりませんね。しかしアイナ様、今は目の前の危機を取り除くことが先決です。アイナ様、私も戦います。共に魔物たちを撃退しましょう。共に頑張ろう。お、竜王軍バトル。うお、びっくりした。またコントロールが震えた。ヘルコンドルは仲間を呼んだ。どっち、こっちじゃない、あ、こっちだ。来たよ、みんなみんな。あ、いやー、早速追いかけられる。キャタピラー軍団が襲ってきた。いや、誰も来てくれないんだけど。いやいやいや、うわー、しびれた、体がしびれたよ。ダメ、転がってくる。タコしか見てなかった。あー、いつ転がってくる。ほらほらほら、あ、誰か出てきてくれた。待って、超しびれるんですけど。いや、空想てか、今度ね、あんまり遠くまで届かないんだよね。あー、待って、もうちょっと、そんなみんなして転がってくるのやめてよ。ほらほらほら、攻撃全然届かないからね。超しびれるし、おお、どこまで行くの。すげえな、みんな超突っ込んでくじゃん。いやー、なんか落ちてる。よし、魔物の集団を倒した。めっちゃ落ちとる。キャタピラー軍団が襲ってきた。またまたキャタピラーですか。にゃー、あれかな、私も石粒って使った方がいいっすか。何あれ、あいつそういう名前やったんや。あれ、キャタピラー倒して終わってるじゃん。ってことは別に、て
陰線でいっか。腐った死体とかで、びっくりした。なんか思ったよりでかいんだけど、腐った死体。今まで出てきたことないけどさ、こんなでかいやつなの？ちょっとびっくりしたんだけど。よし、やっつけた。どう？すべてのモンスターを倒した。お、これでクリア。バトルコンプリート。旅の扉、赤を手に入れた。お、やったね。旅の扉ゲット。よし。なんか戦い終わったらさ、ちょっとだけ明るくなった感があるんよね。なんか知らんけど。イエーイイエーイイエーイ。ほんで。じゃあ旅の扉を設置しとこうかな、早速。この辺？こっちか。はい。新たな場所への扉が開いた。てれれれーん。やったね。うわ、みんな超寄ってくる。超寄ってくる。へい。ケイシーか。アイナ、実はあんたに内緒で聞きたいことがあるんだ。内緒って言ってもこれみんなめっちゃおるんやけどね。なんだなんだ。元老和とエルってできてんのかい？え？なぜ？あいつらさ、普段はなんかツンツンした雰囲気を醸し出してるくせに、たまに気持ち悪いくらいイチャイチャとしだすことがあるんだよ。あんまなんか同じ部屋でも寝よるよね。まあ恋愛に年は関係ないわけだし、別にいいんだけどさ。で、それはどうでもいいんだ。実はあんたに提案したいことがあってさ。患者たちがなかなか感知しないだろ？それってやっぱ水のせいなんじゃって思ってさ。水なんかな。患者たちの体に良さそうな、もっと綺麗な水をどうにか作れないかな。水をきれいにする装置を考えて、水飲み場に置いておくれよ。水をきれいに、ろ過？お、浄化の噴水をひらめいた。中を通った水をきれいにする噴水。水の中に置いて使う。お、なるほど。それは？どう作ればいいんだい？上がれねえ。何が必要なんだ？浄化の噴水。浄化の噴水。どこ？あ、作れない。密林の葉。密林の葉って何？聞いたことないんだけど。新しいとこかな？やっぱ、この新しいさ、旅の扉置いてから、頼まれたことやけんね。ほい、旅立ってきた。なんこれ。周りめっちゃ水なんやけど。あ、宝箱。へい。これは？初めて導きの玉赤を手に入れた。前は青を手に入れたよね。こっち側なんもない。え、めっちゃ水なんやけど。この上に乗って進むとかそういう。違うね。てかこれも葉っぱやけど。お、初めて密林の葉を手に入れた。やった。旅の扉くぐってすぐそこにあったよ。へえ、なになになに、びっくりした。リリパッド。何個いるんやっけ。とりあえず5つぐらい取っとく。よいしょ。え、なに。え、あ、びっくりした。モンスターかと思った。ビビるー。おー、全然相手にされなかった。いいや。じゃあとりあえずこれで作れるってことよね。戻ろう。よいしょ。面白いね。今度は水だらけの場所やった。一瞬ちょっと進めんのかと思ったけど。よし、これで作れる。浄化の噴水。ほい、一つ。浄化の噴水を一個作った。これで、水の中に設置するって言ったね。真ん中ら辺に置いたらいいかな。浄化の噴水。真ん中ら辺ってどこだ？この辺か。ん？この辺で合っとるよね。え、置けませんけど。置けた！水飲み場が水汲み室になった。水汲み室。ちょっと待って、もうちょっと後ろじゃない？あ、ごめんね、ちょっと。ごめんね、ちょっと。どの辺が真ん中なんだ？この辺りかな。は。
真ん中じゃないけどいいや、この辺でちょうどいいでしょ。水の場が水汲み室になった。お、また近寄ってきた。へいへい。わお、すっごく綺麗な水じゃないか。浄化の噴水を置いてくれたんだね。ありがとうアイナ。こんな綺麗な水、病気で死んだじいちゃんにも飲ましたかったよ。綺麗な水があれば美味しい料理が作れる。また病気が治らない、まだ病気が治らない患者にだって役立つはずさ。どうなんやろ、何が関係したのか。なんか体かゆいって言ったよね、あの人ら。それはそうとアイナ、あんたに一応伝えておくよ。実はあたいと病が治った患者たちで、ちょっとした武器のアイデアを考えていてね。どんな武器かって？それはね、ヘルコンドルに対抗するための武器さ。あんたやエルや元老は患者のことで忙しいだろ。だからあたいたちがアイデアだけでも考えておこうと思ってね。アイデアは思い浮かぶんやね、いろいろと。うまくまとまったら伝えるから、その時は頼むよ。現実的なものにしてね。おっと、そうそう、綺麗な水は浄化装置の近くでバケツを使えば汲めるはずさ。今回も助かったよ。本当にありがとうね、アイナ。お、ヤシ原木を10個。パチ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 。ヤシ原木を持ってしまっている。まあ、これで、綺麗な水が汲めると。お、いい感じやね。水がめっちゃ出よる。みんな使ってね。使ってね。はい、ってことで、今回は、よいしょ。今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。今回はみんな結構考えてカメラの中に入ってきてないぞ。